ゴルフ道場加藤、パーシモン加藤です。今回はですね、中高年ゴルファーに向けての、スイングについての解説をしていきたいと思います。今回だけじゃなくて、これからちょっとシリーズ的にやっていこうと思ってるんですが、私パーシモン加藤もアラフォーになりまして、やっぱりですね、体の曲がり方とかね、いろいろ感じてるところでございます。で、私の動画見てくださってる方もね、こういう世代の方が多いと思うので、やっぱりその辺あると思うんですよ。で、やっぱり気をつけなきゃいけないところはあるんですよね。で、スイングもやっぱり変えていかなきゃいけないところっていうのはあります。その辺をですね、お話ししていきたいと思います。はい、そんなわけでですね、中高年ゴルファーの方に向けての、レッスンをですね、ちょっとシリーズ的にやっていきたいと思っております。で、やっぱり、中高年ゴルファーの一番の、悩みとして、よく聞く声はやっぱり飛距離が落ちてくるっていうところだと思います。で、その飛距離が落ちてきて、じゃあそれを防ぐためにやっぱりね、クラブを買い替えたりとか、当然体を鍛えたりする方もいると思うんですが、一度ですね、基本からですね、もう一度見直してみるというのも、これから先のゴルフを長く楽しむために、有効かと思っております。で、スイングも何か特別なことをするのではなく、無駄な動きを排除していく、もうシンプルにしていくというのが、私パーシモン加藤の長くゴルフをやるためのスイングだと、考え方だと思っています。で、まずやっぱりね、基本となる、グリップアドレスからのお話になるんですけれども、このグリップで一番注意してもらいたいのは、この肘手首です。これ、ここがアドレスの時点からこんなねじれていない、ここがねじれていない握り方というのが重要になります。どういうことかというと、最近というか、もうちょっと前ですかね、やっぱりこのクラブヘッドが大型化してきて、グリップはフックグリップの方がいいよっていう風になってきて、当然ね、中高年ゴルファーの皆さんも、こう最新クラブって変えてって、そうかそうかってこう変えてった方も多いかと思うんですが、これがこういうふうに肘が外向くねじれてる、こういうふうに構えたフックグリップですと、ご覧の通り左肩が上がって右肩下がっちゃうんですけど、これ腕ねじれた状態で振っていくと、インパクトですごくこの肘手首に衝撃がかかるんですよね。ですので、またこれ衝撃がかかるということは、このクラブヘッドの動きに途中でブレーキがかかるので、やっぱりこれは飛距離が出なくなる要因の一つになってしまうんです。右手もそうです。右手をこう、ね、下からね、この左のフックに合わせて右手もねじってこう持ってしまうと、これもクラブが出て開いて当たる原因になりやすいので、逆にフックグリップにしてるのに、なんでスライスばっかりするんだよっていうような方も、レッスンしてる中でよく見受けます。ですから、まずやはり飛距離が落ちてきてしまっていると悩んでいる方は、このグリップから見直してもらいたいんです。もう体重移動だとか捻転だとか下半身だの前に、まずはグリップなんです。で、ここのグリップのお話で、私がいつもこのスクエアグリップのお話でするのは、林義郎プロから私が高校生の時に教わったお話です。左手のグリップ、ワイングラス用意しておけばよかったな。ワイングラスの底ありますよね。そこをつまむ。で、そのワイングラスの中の入っているものがこぼれないように握るんです。そうすると自然とこうなりますよね。これが傾いてたら、ワイングラスの中身はこぼれてしまいます。こうワイングラスつまむように、こう当然突っ張っててもこういうふうになるんで、こぼれちゃいますよね。ここになるわけです。
こうでもない、ちょっとこういう角度についてる。これが一番自然な状態なんです。で、私はここをちょっと痛めてしまったので、こういうベースボールグリップにしておりますが、ベースボールだろうが、オーバーラッピングだろうが、インターロッキングだろうが、この左手のこの肘手首ねじらないでこう持つっていうのは重要になります。ここがねじれてなくて多少フックだウィークだっていうのはいいんですが、本当こんなの多少ですよね。でその時にこの肘が突っ張ってしまうとやっぱりこうねじれやすいので、ここはさっき言ったようにこうワイングラス本当に持ってれば、ワイングラス持ってればこう突っ張んないですよね。こうは持たないですからこうなりますよね。この状態でクラブを握ってあげることが重要になります。なんで重要かっていうと、これが一番このクラブを動かしやすいんですよね。この状態が一番動かしやすい。なおかつ無駄な動きがなく出ない。もうねじれて持ってると無駄な動きばっかり出ちゃうんです。これだ、まずはスイング云々の前にこのアドレスグリップなんですよ。左手はこのワイングラスの底をつまむように持って、左肘を張らない。これ張ると一番加速させたいところでヘッドを減速する要因になります。これ緩めといてください。で右手もこうじゃなくてこの左手に合わせて握ると、同じく肘手首ねじれないように、ワイン、こっちはワイングラスですね。でそこにこう合わせたように合わせてずらしてこう握ると、これよく言ってたんだね。林芳郎プロもこの相撲のこれだって言ってよくアドレスは言ってましたよ。ここからでこういくと、だそんなに右手が下だからですよ。別に右こう下げなくていいんです。こういう形で構えるのが一番いい。まずはこのクラブをこういうふうに動かしやすい状態で握るということが飛距離をロスさせないクラブの振り方の一番大事なところになります。このクラブでボールを打つので、このクラブを持っているこの手グリップをおろそかにしちゃいけないんです。でもここを皆さん考えないで、ここばっかり考えるんです。この腰または体重移動とかね、まあ、その前にまずここです。ここがこうねじれていない状態、もうねじれてたらまずねじれてるかの、ねじれてるかどうかのチェックは、構えたらそのまままっすぐ正面持ってきてください。こうやって構えてる人が正面に持ってくるとクラブまっすぐになんないです。だいたいまっすぐ持ち上げたらこうやって被るんです。こういう良くない、よくねじれ腕肘手首がねじれたフックグリップで握ってる人がまっすぐにしてって言って、ま、これまっすぐじゃないじゃないですか。でまっすぐにしてって言ってまっすぐにすると絶対フェースかぶってるんです。こうなった人は、あそうなんだ、手首肘俺のはねじれてるんだ、私のはねじれてるんだと思ってください。このねじれてないグリップであれば、このまま持ち上げた時にフェースは、体をまっすぐにした時にフェースはまっすぐになります。ここをまず気をつけてください。ここがまっすぐ、この肘手首がねじれないで持ててるかどうかが、これが一番最初のスイングの無駄を省く第一歩です。ここに無駄があったらスイングも絶対無駄が生じます。でここを直さないでそっちのスイングの無駄を直そうと思ってもそれは直りません。ただボールがまっすぐ行くことはあります。ゴルフスイングって悪いこと2つやるとまっすぐ行ってしまうんですよ。傾いてる、でこれに帳尻合わせて何かするとまっすぐ行っちゃうんです。だからこっちだけ
直して、ああ直したら今度右しか行かないよっていうのは、もう一個悪い動作してるから直んないんです。で、そこで諦めて戻してしまうか、それを続けるかで、その後のゴルフ人生が大きく変わってしまいます。これも頭に入れておいてください。2つの動きから来てます。まずは、このグリップのチェックですね。ねじれてないかどうか。特にゴルフして肘痛くなる人はスイングの前にまずこの自分のグリップ確認してください。ここがねじれてる人は肘手首痛める人多いです。私も昔一生懸命飛ばそうとしてこうなってた時にこれで左の手首痛めました。もうね、高校1年か2年の時に林芳郎プロに教わった スクエアグリップを忘れフックグリップで飛ばそうとして怪我しました。もう林芳郎プロに教わったスクエアグリップでずっとやってればそんなとこ痛めることなかったんですけどね。でもその痛めた後、まあ手首も痛めた肘も痛めた腰も痛めたりしたんですけど、今はもうそんなどこも痛いとこないです。逆にその当時より体は硬くなってきてるんですが、どこか痛いということはまずないです。まれに若い選手と若いプレイヤーと一緒にやることがあって、なんか強振しちゃって、あ、ちょっと今日は疲れたなみたいなことは稀にありますけど、ですからそういう怪我しないってことはいいスイングですから、これは当然クラブも振れるので距離も出るんですよ。まずその第一歩としてこのグリップ、この肘手首がねじれてないこの構えをですね、ぜひチェックしてみてください。チェック方法は構えてそのまままっすぐ持ち上げてください。その時にフェースの向きがどうなってるか、これをですねぜひチェックしてみてください。中高年のための、ゴルフスイング、1回目はグリップといってもこの手がどうなってるじゃなくて肘手首がどうなってるかということを解説させていただきました。また分からないことや疑問がありましたら、疑問がありましたら、ぜひぜひコメント欄の方にコメントいただければ、またこちらの動画で解説していきます。お気軽にコメントください。パーシモン加藤でした。